But hello everybody, I'm here with my brother, and today we're gonna be watching Mr. Sakurai Presents Steve and Alex. It is October 3rd and it is about to be 7:30. Okay, I think his side B is definitely gonna be his mind card. And then I had a dream last night where like you can build a wall and like the edge guard, you just like side B into the wall and then jump by the mind card, and the mind card will bounce off the wall and like out off the stage so you can like scoop people up. The Elytra is gonna be the up B, and if you mash the special button like Bowser, he'll shoot more fireworks or rockets to keep you. Are they fireworks or? Fireworks, yeah. Right. And you were saying something? Down B and pushes the bill, I'm pushing my wheel to cancel it. I wanna see his mechanic. My friends and I were talking about what he starts off with. I think we agreed on like fist. He starts off with fists. That's why you saw Alex like doing that. And then you get wooden, and you get stone, then you get iron, then you get gold, and then you get diamond. And then we were discussing if there's netherite, but I say there is, but my friends don't think there is because it's still new. Alright, one more minute. So glad my time is actually accurate now. Since, like, I haven't updated my Mac. Last time I didn't update my Mac in like a couple months, and even the time was off, even though it was set to automatic. It's crazy. So let's go. I cannot believe it, dude. Steve, Alex. Zombie and I never thought I would see this day, dude. They look so out of place in Smash, but it's so beautiful. Zombie, Alex, honestly, Steve look normal. Yeah, honestly, Game Watch though is gonna be pretty cool. It's just gonna be their icon. Okay, I guarantee Zombie. Sora というのは私が契約するための会社で現状スタッフたちがいるわけでも募集しているわけでもありません。確からず。スマブラダウンロードコンテンツ第7弾マインクラフトのご紹介を行いたいと思います。これを収録しているのは日本のところです。日本はまだコロナウイルスの影響を強く受けており、外出自粛が叫ばれています。で1日あたりの感染者数は緊急事態宣言が出された時よりも多いんですね。スマブラチームも、テレワークで開発を続けている最中です。今回の、こういった番組のためスタジオに集まると困難です。そこで、前回に引き続き私の自宅からお送りしたいと思います。またこうなってしまいましたね。ここにいるの私だけです。撮影スタッフも見て笑ってくれる人もいないという寂しい。だけど今は、感染の沈静化に協力すべき時ですね。 Yes. また海外の方にとっては申し訳ないですが、字幕で表示されていることと思います。吹き替えもなかなか難しい状態でして、開発時になかなか困ったのは、私自身がテスト対戦をあまり行えないことですね。スマブラ開発中は毎日昼休みにスタッフと対戦をし、その様子を踏まえながらバランス調整をしていたわけですが、その対戦ができなくなってしまったと。最近になってやっと開発バージョンで秘匿性のある通信対戦もできるようになり、テストプレイできるようになってきましたが、まだまだ十分な状態ではないです。テレワークで開発が困難なこともあり、今回紹介するバージョンと製品版とではもしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では早速参りましょう。Yes. 例によって、私が操作をしながら説明をさせていただきます。カメラは製品版と異なりますのでご了承ください。Steve from Minecraft announced. Yes. これがマインクラフトの主人公スティーブです。一応手は加えているんですけどね。パッと見原作まんまの表現です。肘膝関節を曲げるようなこともありません。しかも歩き方も原作順調です。上下にスティックを傾けると原作同様首を上下に向けることができます。アピールでステーキ食べます。牛1頭から 2,3 枚しか取れないという希少部位ですけどね。他のアピールはオンライン中にやりそうなことを入れています。どうも今日はマインクラフトをやってみたいと思うんですけどもみたいな。身体的特徴、ジャンプがとっても低いです。戦場などの床の高さはどんなキャラクターでも1ジャンプで乗り越えられるぐらいを想定して設計されていますが、スティーブの場合
それにしてもね、他のキャラクターのショージャンプを下回るくらいの高さだけど、空中ジャンプは言うほど低くはないです。このジャンプの低さによってブロック生成をするときにちょうどよく乗れたりするんですが、それはまた後ほど説明します。スティーブのカラーバリエーションは他2種類があります。カラーというより原作にあったコスチューム替えということになりますけれども、そしてこれがアレックス、もう一人の主人公です。これまた他2つのバージョンがあります。スティーブとアレックスで計6通りです。そして 7P はね、原作にもゾンビのスキンなどがありましたが、こちらは火に当てても燃えることはないのでご安心。ゾンビがブロックを置くという非常にレアな光景が見られます。そして 8P カラーはエンダーマン、可愛くなってますね。目を合わせてはいけません。エンダーマンスキンのようですが、スティーブに比べると幾分腕が細くなっていたりします。エンダーマンがエリトラで空を飛ぶという極めてレアな光景を見ることができます。さて、通常型の説明です。重ね重ね開発中のバージョンであるということをご了承ください。製品版では表現やバランスが異なっている可能性もあります。剣は弱攻撃とスマッシュ攻撃、その他空中攻撃などで見ることができます。基本的な攻撃ですね。攻撃ボタンを押し続けると連続攻撃を繰り出しながら相手のことができます。そのまま引きもできると。そしてそのまま相手に対して連続攻撃を与えるみたいなこともできます。弱攻撃を歩きながら繰り返すというニュアンスでロックマンに近いです。そしてそのままジャンプをできると。リーチは短いですが、序盤で牽制ダメージを与えるのに向いています。やられたら頑張ってずらしましょう。そして横スマッシュ攻撃、これはいわゆるジャバエディションのみにある薙ぎ払い攻撃を行っています。リーチが短いスティーブの中では、踏み込むので範囲が広い。また吹っ飛ばしが強力でぜひとも当てたい技の一つです。なお崖攻撃や起き上がり攻撃に使うのもやっぱり剣です。次に斧、これは上方向の攻撃に割り当てています。原作でも木を切るような時に上を切ったら斧を振ってたりしましたよね。斧も剣と同じくボタン長押しで連続使用することができます。上強攻撃を上の下に、そのまんま上空中攻撃、そして他のものにつなぐなど上方向に対する連続攻撃と思えば間違いないです。そしてツルハシ、採掘などにも使われるんですけれども、ダッシュ攻撃、そして空中での前後攻撃に使われたりします。まずダッシュ攻撃、リーチの短いスティーブにとっては踏み込んで、攻撃をする技なので、リーチ的に助かります。吹っ飛ばし力も十分にあります。そして前空中攻撃、後ろ空中攻撃、だいぶ似ている技ですがちょっと特性違います。前空中攻撃にはペペオが、後ろ空中攻撃は吹っ飛ばしや威力が高いです。使い分けていきましょう。剣を振りながらジャンプをすると、剣攻撃になってしまうので、やるとしたならば、少し間を置いて放つなどしてください。そしてそれぞれの道具はクラフトによって道具の強さを変えることができます。木材、石、鉄、金、ダイヤモンドと装備が強まります。クラフトについては後で説明しますね。武器や道具には耐久度があって、使いすぎるとそれぞれで壊れてしまいます。今剣が壊れましたね。そうすると素手でとても弱いです。ですが他のいろいろな道具とは独立していまして、例えば剣が壊れても斧や鶴橋は使うことができます。先に基本的な道具を使わないその他の攻撃をご紹介します。下強攻撃は、火打ち石と打ち金、その場に火の塊を置きます。火は PK ファイヤーのような性質があって重力でちょっと落ちたりします。長い判定を生かして、例えば相手の突進を止めたり、
飛び道具を防ぐこともありません。そして何より復帰阻止が厳しい。これ嫌ですよね。やられそう。ウエスマッシュ攻撃はマグマブロック、上にマグマブロックを展開してすぐに回収します。素材は使えません。出現時間が長いので対抗が最適です。Oh, that's so good. ただし月はかなりでかいので要注意、yeah. 暗い放題になっちゃいますからね。また戦場のすり抜け方が蹴る高さは低いので、上方向の床にいる相手に蹴る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 。もちろん上強攻撃などのお手玉からつなぐのも上ですね。下スマッシュ攻撃は溶岩バケツ、左右に溶岩を打ちまけます。特徴は攻撃が出ている時間の長さと吹っ飛ばす高さが低いこと。そのベクトルの低さから復帰力の弱いリトルマックリは非常によく効く技だと言えますね。これはマグマブロック、これは溶岩、マグマ、溶岩、マグマ、溶岩、マグマ。どうもマグマは地中にあるもので、溶岩は地上に出たもののようですね。海外ではマグマとラーバという呼び名の違いがあると思います。ああ、それは下空中攻撃の金とこ鉄サイドとか使いますが、非常に強力な落下攻撃を仕掛けることができます。こんな感じ。カミーのストーンのようにまっすぐ直角をする技ですが、途中で離脱することもできます。そしてつかみは釣り竿、範囲が広く少々の段差があってもつかめます。つかんだ相手は柵に押し込めたりして、投げ後ろはそのまま釣り竿で投げてしまうんですね。前投げと上投げはピストンを使います。前投げは低く、上投げは真上、結構フィニッシュ力もあります。下投げはカナトコを呼んで通しま す, で, す、yes. ですが鉄の素材を消費するので、鉄の素材がない場合単純に地面に落ちぶつけるような技になっちゃう。弱い。ただどちらの場合もコンボには向いてますね。ここからは必殺技のご紹介です。マイクラフトだから採掘やクラフトがとっても大事。ここからアレックスに切り替えて説明をします。通常必殺技は地上と作業台前、空中でそれぞれ異なる動きになります。それぞれ採掘、クラフト、そしてブロック生成です。これだけでかなりの要素がありますから、よく聞いていただければと思います。採掘は自身の目の前にある地面を掘り素材を得ることができます。より良い素材を得るため、とにかく暇を見つけては掘ることが大事です。なお床の素材によって道具を勝手に切り替えていますね。木材だと斧、こういうところだとツルハシこういう地面みたいなところでは縦を使っています。また壁からも採掘することが可能です。そしてその素材を掘る速さや獲得しやすい素材は床の材質によって差が出ます。例えばこれが土を掘った場合、木を掘った場合、石を掘った場合、鉄を掘った場合、素材の出とかに差があるのが分かりますでしょうか。つまりこういったステージでは必然的に木材が取れることになります。こういったステージでは、鉄ばっかりが取れることになります。戦術が地形に依存するという、ある意味実にマインクラフトらしい、そしてすがすがしいほど無茶なんですね。だけどシリーズ風水師みたい。ちなみに木材とか石とかとは関係ないこういうところ、こういうところではスタートしますね。こういうのは通称グレード1と呼ばれまして、その他という扱いで構成しています。ところで、ステージによって素材が異なるというと気になるのが戦場化、終点化ステージですね。戦場化や終点化を使う人はおおむねランダム要素のない戦いを好むと思うのですが、お任せ戦場などを使っていると運によって戦法が大きく変わってしまうかもしれないし、そこで戦場化終点化ではその地形モチーフに関わらず
出現素材を一定のものにしています。見た目は多少違和感があるかもしれませんが、勝負優先ということで、あしからず。いろんな素材の中で様々な用途がある鉄はとても大事ですが、床が鉄だと掘削速度が遅いため、鉄ばかりあるステージが必ずしも有利とは限りません。他素材が枯渇しがちなので戦法を少し変える必要があります。素材を持ちきれないほど採掘すると、素材をどんどん捨てていってしまいます。後ろから出てくるとですね、こうなるともったいないので使っていった方が良いと思います。そして得た素材を道具にするのがクラフトです。スティーブやアレックスの道具には耐久度があって壊れてしまいます。工業にしても採掘にしてもこんな感じ。そんな時はこの作業台です。試合を始めるとその開始して必ず出現しています。そしてその作業台の目の前で必殺技ボタンを押してください。手持ちの素材で道具をクラフトすることができます。まだ壊れていない場合も耐久度が下がっていたら修繕を行うことができます。手持ちの素材の中から製作可能な道具のうち最も有効なものが作られます。優先度が低い順から木材製、石製、鉄製、金製、銀製、ダイヤモンド、ダイヤモンド製の道具ですね。やはりダイヤモンドの剣は強力だからぜひとも欲しいわけですが、お得なことに剣、斧、ツルハシ、シャベルの全てを造語時に作ります。だからダイヤモンドの剣ができるときはツルハシもパワーアップする。ツルハシは攻撃だけではなく、採掘などにも使えますから、どちらにしても非常に便利ですよね。だから、ぜひともパワーアップしていきたいところです。頑張ってダイヤを掘ってダイヤの武器、ダイヤの道具を手に入れるというようなことが大事ですね。ちなみに金の道具は全体的にもろくパワーもさほどではないですが、攻撃がスピードアップするというメリットがあります。Low power. なお床素材によって素材が取れる順番というのは決まっています。実は運じゃないんですね。だからどんどん掘っていけば必ずダイヤにありつけます。ところで作業台というのはアレックス自身の攻撃でも敵の攻撃によっても壊れてしまいます。そうすると作業台がなくてとても困りますよね。ですが今出たように壊しても落ちてすぐに復活をします。ただそれよりも覚えておいてほしいことがあります。シールドをしながら必殺技ボタンを押す。これによっていつでも作業台を呼ぶことができる。だからですね、作業台を使わせまいとしてこの作業台の前に陣取ったりすることは実はまあまあ無駄だったりします。回避しながらだと出すことができません。ちゃんとシールドをして必殺技ボタンを押すようにしてください。なお風変わりな仕様と言えるんですけれども、他の人が出した作業台というのは他の人が使うことができます。なんかおかしいですけどね。次にブロック生成について、空中でスティックを倒さず通常必殺技を使うとブロックを生成することができます。これは道具を作るのに安い素材、簡単な素材が使われていきます。そしてボタンを押し続けたままジャンプしたり歩いたりすることで連続的に出すことができます。これかなりの技術だと思うんですけどね、特にプログラマーはお疲れ様でした。これを実践するために、全部のステージに手を入れています。ただブロックは乗ったりしているとすぐに壊れてしまいます。また自分も相手も攻撃によってブロックを壊すことができます。頭突きなんかでも壊れるんですけどね。どれくらいで壊れるかはその素材の硬さ次第です。これをどのように使うのかというと、例えばですね、吹っ飛ばされた時の、フォームを使ったりとか、着地が痛くなった時フェイントとして使うとか、もう完全に技なんですけれども飛び道具を防いだりとか、そしてこんなこともできるかもしれないです。恐ろしい、何らかの可能性を感じるんですよね、こういうの。とありえないところで地上攻撃に出したりすると、吹っ飛ばしてるので、グラフィキャンセル不意に消えるみたいなこともあるかもしれないですね。
最終的にこんなにうまく決まるものかどうかは分かりませんが、とにかくいろんな可能性がありそうに感じます。 You'll never die。 ただし画面外の生成には制限を設けています。このピンクになっているような部分より先にはブロックを生むことができません。上方向に設定できます。 Oh, so you can't use it like all the way out the stage through camera. じゃないと見え放題になってしまうので。また、画面外にほぼ近いようなところでは、ブロックがすぐに壊れることになっています。Oh, I guess that's fair. 気をつけましょう。That's much more fair. 生成のための素材は、安い素材から使っていきますが、鉄を使うのはもったいない。これ鉄です。ああ、もったいない。なので、ゲージをしっかり見ることが必要になります。Speaking of gauge. アレックスの蓄積ダメージ表示の上にある素材に注目してください。これは入手できた素材が比率で表されています。この場合、左から土、木材、石、鉄です。鉄だけはいろんな技で使うので、比率に関係なく8個ぐらいは、個数を確認できるようになっています。それ以上になると、ゲージがフラットになります。Okay, so、鉄を使うと、いろんなゲージが減っています。こうやって鉄を使うと。1個ずつ減ってますね。鉄の道具のクラフトには、鉄素材が4つ必要です。金、ダイヤモンドも別枠で表示されています。これが明滅していれば装備が作れる証拠。この場合ダイヤが作れるということですね。なおレッドストーンも掘れますが、その表示は省略されます。と説明がかなり長くなりましたが、採掘、クラフト、ブロック生成をぜひ使いこなしてもらえればと思います。横必殺技はトロッコです。トロッコを生み出すためには、鉄が必要で、レールを敷くには素材が必要です。 That's so cool. 素材がないとレールが敷けないので今のようになってしまう。 I knew it. 鉄だけのステージだとトロッコは生みやすいけれどもレールが生み出せないなんてこともあるかもしれないですね。トロッコからはいつでもジャンプできる。 Let's go. I was right.原作同様、坂は苦手で登りきれませんが、こんな時には加速レール、パワードレールなどと言われますけれども、Dude, this is so comfy. これです。 Let's go. 最初に出たのか分かりますでしょうか。金とレッドストーンがあればいつも加速レールを出すことができます。もちろんスピードが乗っていれば生きられにくいですし、Dude. 威力も高いです。単純に体当たりが強い必殺技ですが他の使い道もあります。ジャンプでトロッコから離れることができるのですが、その時に相手を巻き込むことができます。相手を巻き込んで落としてしまったり、相手をそっと巻き込んだところを追撃したり、相手の蓄積ダメージが高いほど拘束時間が増えます。いずれにせよレバガチャで早めに復帰したいところですね。上必殺技はエリトラです。原作ではエンダードラゴンを倒した後のお楽しみでしたね。まず最初にエリトラを展開してロケット花火に点火します。普通にやると水平に飛ぶのですが、機種はいつでも上に上げ下げすることができます。まあ、グライダーと同じなので、あんまり上の方に行くと失速をしちゃったりしますけれどね。比較的自由度が高く飛べると思いますので、相手の復帰阻止をかわすような感じで飛んでもらえればいいのではないかなと思います。こんな感じですね。基本的にはやっぱり崖つかまりをするような軌道で飛ぶのが基本かなと思います。攻撃力についてはロケット花火点火の時のみあります。最初の一瞬ってことですね。ですからその他の部分で隙を突かれないようにしてもらえればと思います。非常に長い距離を飛べる技ですが、後ろには全く下がれないのでご注意ください。こうなったら詰んでます。崖外で使う場合、ロケット花火が点火される前に反対側に置き直るようにしましょう。It's pure versus special. こんな感じで振り向くことができます。なおエリトラを使うのに素材はいりません。使い放題です。回数制限や個数制限みたいなものもありません。ただ時間が経つと勝手にエリトラ外れることになっていますのでご注意ください。 OK。次に下殺技 TNT 火薬です。 TNT 火薬は原作では火薬を使って作る贅沢品ですが、スマブラでは土
チや石などの雑草を消費して作ることができます。爆発なんかも原作に準拠したパターンですね。もちろん爆発させるためのものですが、その爆発は超強力です。刺激を与えると爆発しやすいので気をつけましょうね。でも置くだけだとしばらく爆発しないんですね。自分が巻き込まれる可能性もあるんです。そこでレッドストーン導線を敷き、重量感知板で遠くから爆発させるということができるようになります。レッドストーンを消費します。下必殺技を出すとこうレッドストーン導線を引いて殺すと爆発。重量感知板を真横に置いてしまうと、これ踏むと自分がダメージを受けてしまうので注意してください。またこの重量感知板というのは相手が踏むこともできます。相手を踏むことを前提に場所を設定するというのもありはありですね。それともしも両者が巻き込まれた場合、踏んだ人の方が吹っ飛びは弱くなりますから、自爆覚悟で突っ込むというのも一つの手かもしれないです。なお火器厳禁です。引火しやすいのでご注意。代表的な使い方はやっぱり基礎紙ですかね。こういうふうに置いて、単純に置いておくだけでもプレッシャーにはなると思います。There's a lot of pressure. 先ほどご紹介したトロッコで感知板を押すこともできます。Oh, that's so high. そして最後の切り札はトロッコルームです。原作では相手を罠にはめるために建造物を建てることがあるかもしれませんが、そういった性質のものになります。巨大ピストンを呼ぶ、吹っ飛ばす、トラップルームに閉じ込めて、クリーパーが大爆発引火、そして勝利のステーキという実に清々しい、引っかかったら超嬉しいみたいな攻撃です。トラップルームに閉じ込められるのは1人だけですが、ピストンで他の相手を巻き込むことはできます。できる限り複数人を巻き込むのが良いですね。その他の小ネタも軽くご紹介しておきます。ジャストシールドで盾を構えることができます。これも原作にあった要素ですね。眠らされるとどうなるかというと、この通り大先生なんというか、冒険の先にはベッドを持っていきたいですね。そしてカービィに近づくとどうなるのか、どうなると思います？どうなります？いかせるか、バーキー近くい。マインクラフトのスピンオフとして、こんなに多くのネタを備えながらアクションを成立させているものもなかなかないだろうと思います。ぜひお楽しみいただければと思います。 Yes, Minecraft World. Okay. マインクラフトワールドをご紹介します。原作マインクラフトにはエリアごとにバイオームと呼ばれる生物群系が存在するんですが、スマブラにはなんと6つのバイオームを備えています。試合のたびにランダムで切り替わります。 Makes sense. まずこれが基本的なバイオームであるところの草原です。村人が農作業をしていますね。 In the crops grow. そして日が暮れるとモンスターの時間がやってきます。 Oh, that's so detailed. 村人は家に帰ることになりますね。ゾンビやスケルトンが湧きます。ここで通常ゲームでは見られない特別なカメラでお家を覗くと、わあ、見てますけれど、そして朝がやってくるとゾンビやスケルトンがちゃんと燃えます。一方でこれで村人も安心して外に出られますね。どのバイオームでもそうですが、手前にある物品というのは壊すことができます。それによって形にすることができるということですね。全部壊すと平坦なステージになり、壊れた地形は試合終了まで復活しません。次に白樺の森、村人はいませんが羊や牛がたむろしていることがあります。ここでは木を壊すとすり抜き床が出現します。全部の木を壊すと2枚のすり抜き床が出ることになります。右と左ですね。次にサバンナ、
つまり亜熱帯の草原、アカシアの木が生えてますね。生え方もそれらしくなっています。手前の木は伐採して、1枚のすり抜け床を出すことができます。次にタイガ、針葉樹林などが生える、やや寒い地方、家では気温を感じることはないですけどね。手前の木はまんま針葉樹の形だと遊びになりにくいので、上に乗れる程度の形状になっています。苔むした石もありますね。なお破壊可能地形の上で掘削した場合、1ブロックを破壊する前に、複数種の素材を得ることができます。1ブロックにつき1個っていうわけではないんですね。そして、雪の積んだ永久凍土の凍結地帯ということになります。中央にイグルーがありますね。イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが、狩猟先で作る鎌倉のこと。だからお家のそばには本来ないものですよね。だから壊してしまえ、みたいな。一応中身もあるにはありますが、原作でイグルーを見つけたら、地下を掘ってみるといいですね。いいものあるかもしれない。最後に、石の海岸、石は中央に盛られていますが天井があります。ここ頭突きで壊すこともできますね。素材は得られませんけれど、ところで石を掘っていくとですね、不自然なところに、木とかがありますよね。これです。これ実は全てのバイオームで、素材を取れる位置を同一にしているんです。例えば石の海岸で全部壊すとこういう構成になりますが、草原ではこんな感じ。ライターが乗る正中線の上ではいつも同じ素材構成になるようになっています。やっぱり重要なのは鉄の位置ですね。鉄鉱石が取れるということが大事ですから、ここ鉄がいっぱい出るということですね。もちろんマイクラフトワールドにも戦場化、終点化のステージはあります。ただこちらはバイオームの差がなく高原モチーフで固定になります。まあ地形要素は変わらないですからね。昼夜はちゃんと訪れます。 Yes, we have some play。 では一通り説明したので、実演したいと思います。今回も、特典としてのスピリッツモードが加わります。ここですね、マインクラフトの敵キャラなどを、モチーフにした代理戦闘ですが、今回のお試しはここでやってみたいと思います。いろいろいますが、今回はゾンビで、まず、普通はこの相手のパワーに応じたスピリットをセットするわけですよね。だけれども、今回はスピリットなしでいってみたいと思います。まあノービスだからこんぐらいでも十分であろうと思います。スーパーアーマーがあるようだからちょっと苦労するかもしれないですけどね。ゾンビ10匹だそうです。はい、始まりました。これはサバンナですね。アカシアの木がちょうどいいように自分を守ってくれているので、今のうちにもガン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 素材取っちゃいましょう。おっと来たな。あちちあちち、ダイモンドソードオーレディ。相手がスーパーアーマー持ってますからね。あんまりおかずに出ていない大変なことです。そんな時にはえいっ、もう一回えいっ、そして空中して、あ、先生、イラサファーダーもって、あ、違うんだろ、マグマ、いや、溶岩。おいしさがある。まあ、スピリットがないと言ってもこのぐらいならなんとかなりそうな印象はありますね。このお菓子は取っておこう。なぜならトロッコを通すため。こういうのとこう。あー、父、どうしよう、あれ。えい、あー、自分でやらなきゃどうするという。ここは空中下に頼っちゃう。まだまだ鉄はいっぱいありますからね。落ちちゃって落ちないの？ないの。じゃあもう一回。あ、発射。もう一回。まあノービスですからね、このぐらいは簡単にいきますね。でもこれだとちょっと物足りないから、他の
お題持ってみましょうか。はい。なんか両方ともスティーブってことだからコラボ感がないですしね。じゃあスライムでいってみましょう。アレックスに変えました。いよいよちょっと強くなるので、スピリッツを装備しません。ちょっと厳しい戦いになりそうですけれども、まあなんとかなるでしょう。ならないかも。原作のスライムを踏襲しているから分裂するんですね。はい、始まりました。相手が来る前になるべく素材いっぱい取っておきたい、取っておきたい。もうダメ。相手はスライムなので、原作同様ジャンプしては、上の方から攻めてくるっていうようなロジックでやってくるんですね。だから結構、上に来て攻撃を食らう前に、上から攻撃で潰しちゃうというのは有効です。まあこんな攻撃ばっかりするとこれだけ少ないというか怒られそうなのでそういうこともしますけど、逃げろー、素材が欲しい。まずいね、これはまずいね。スライムがだんだん小さくなってきました。こうなると投げとかがなかなか効きそうにないですね。じゃあこういうのでどうでしょう。神戸高速鉄道南北線が非常に短い。往復によって相手を一掃する作戦。お気に入りの男やってくれるかもしれない。くんないな、こりゃな。よし、揃った。トラップルーです。まだですね、ちょうどいいところに TNT が。そう、はいはい、終わりました。いい感じにまとまったんじゃないかなと思います。勝ててよかったよかったということで、スピリッツ戦についてもいろいろ楽しめるのでやってもらえればと思います。 I'm pretty sure that anybody can listen to yourself. ところで通常のスピリッツボードに、再生機能がつきましたけれども、スピリッツをつけず持ち込みアイテムもなしにすると理論上の最高スコアが得られます。受けたダメージやかかった時間というのは全く関係ないんですね。すべての敵対スピリッツを、味方スピリッツを助けなしにクリアできた人っているんですかね。いたら手を挙げて。いたら世界に何人ぐらいいるんでしょうね。よほどの超人が多数いたら、全員クリアまでのタイムアタックもできるでしょうけど、これはあらゆるゲームの中でも相当難しい部類、選ばれし者の戦いになると思うので私としてはお勧めしません。なお、勝ち上がりラン等での、スティーブコースももちろん用意していますのでそちらもお楽しみくださいということで。Jesus, it's been 40 minutes. 音楽についてお話しします。さまざまな楽曲を、スマイルスマブラ SP ですが、残念ながら、原作に流れてきた曲、原作のマインクラフトの曲は諸事情で使えないことになりました。もとも、テンションが高いゲームとしては、原作の曲をそのものを、入れるというのはやっぱり困難でしょうけれども、安らいでしまうので、そこで、マインクラフトアースとかマインクラフトダンジョンズなどを含む、ミニゲームやスピンオフの楽曲から厳選し、より対戦を楽しめるように、してみました。アレンジを施して提供します。曲目はご覧の通り全7曲です。うち6曲がアレンジ曲です。本編のミニゲームからはバトル、タンブル、グライドとバランスよく取り揃えています。マインクラフトワールドステージには昼だけではなく夜も訪れますが、その雰囲気に合わせて曲調が変わる曲もいくつかあるのでお楽しみください。以上、マインクラフトのスピンオフとしてはこんなに具体的に原作技を使いながら戦うというのも他にないと思います。単にファイターとしても個性ありすぎ、ネタ多すぎな山盛りマインクラフトコンテンツをぜひお楽しみいただければと思います。配信日は10月14日に予定しています。ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。スティー
Okay, Mii Fighter Customs. Freddy Fazbear. 次に追加されるMii Fighter Freddy Fazbear has begun right now. I'm calling you. 毎回何らかのコラボを楽しめるお楽しみですが、今回はせっかくなのでマインクラフトゆかりのものを制作追加しています。こちらをご覧ください。Okay, moment.Oh, lightning. Bro! You're so mean with that. Diamond armor. Oh, that was dope. And dragon. Oh, that's hype.I think there's one you already had on. Whoa. Oh, you have multiple colors. Travis? Is Travis touchdown? Yeah. Oh, that means that he's gonna be a fighter. Oh. Oh, that's it? Oh, that's Travis. It's Travis.No Freddy. We got Travis then. ボーバーマンは、すでにアシストフィギュアでも客演していますが、ミーファイターで操作できるキャラクターになりました。本体のカラーはミーのイメージカラーに合わせられます。ボーバーマンだからといって爆弾技が増えるわけではないので、たまにはアイテム十文字や縛り弾頭なんていかがですかね。おアミーボ次にアミーボについての話題です。この前ジョーカーと勇者のアミーボについて、ご紹介しました。スマブラではそれぞれ育てて遊ぶことができます。この放送がある頃には発売されているのではないかと思われます。今、手元にあるこれらも普通に製品版です。すると次なのですが、はい、これバンジョー&カズーイです。これは、貴重なモックアップ品ですが、また自宅に送られてきてしまいました。バンジョー&カズーイの立体物が今公式にこうやってですね、作られることなんて本当すごいことだと思います。よいしょ。そして実はまだまだあるんですね。はい、まだベレト先生です。あれ、ベレスは、ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけれども、基本的にワンピーファイターであるベレトが出るということで足からず。以上アミーボのご紹介でした。あれ、誰か忘れてないっけ。誰だったかな。テリー・ボガード。 Oh, there he is。 というわけでテリー・ボガードを含めた3人がすでに作られています。それぞれ2021年の発売になりそうですので、気長にお待ちいただければ幸いです。スティーブも作るんですかね。もし作るとしたら、他と比べてちょっと楽そうで良いですね。そして、ファイターパス1の5人がアミーボで揃ってしまう。しかしこう考えるとファイターパス安いなって思ってしまいます。たったアミーボ2体分、この中の2体分でファイター5体か6体、ステージや数多くの楽曲が楽しめてしまうという、この5体を、全て買うお値段に満たない価格でファイターパス2を含めた11体全てを遊べてしまうという、スマブラが売れ購買層が厚いからこそできるサービスなのですが、曲もステージも込みでお得だと思います。
ファイターパス2をお買い上げいただくと、残り4体のお楽しみも待っていますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。すでに配信され、少し前の話になりますが、アップデートバージョン 8.1 についても軽く触れておきます。挑戦状というステージを追加しました。ワンオンワンをするには戦場だと少し広い、終点だと物足りない、そんな人のための追加です。戦場系で全ての楽曲から曲を選べるようにしました。ただ1000曲にも及ぶ曲を俺曲セレクトで設定するのは現実的ではないですから、都度曲選択してもらえれば幸いです。他の俺曲セレクトで確率がゼロになっている曲はなりません。そして、通信環境の調整、ラグやマッチングが少し改善されています。しかしユーザーの通信環境次第で通信環境が良くなる以上に有効な手はないですから、できれば Wi-Fi ではなく有線でつないでほしいなと思います。実はキャラクター選択のエントリー時に LR ボタン系を除外したり、スティックを深く倒した時だけエントリーするなど、ユーザビリティの改善も少しずつなされています。スマブラの世界における、売り上げが2000万を超えたそうです。すごい数ですよね。新しく始めた方も多いということになります。なので、見えない工夫や調整などは、可能な範囲で、適宜施していきたいと思います。今回も、バンジョー&カズイに引き続きマイクロソフトさんにお世話になっております。原作のモヤンさんにもお世話になりました。こんなに多くのネタ感が楽しめるダウンロードコンテンツもなかなかないと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。今回もまた私の自宅からお送りしました。新型コロナウイルスの影響もありますが、日本では大雨や大暑に見舞われまして、撮影現在全国各所で40度に迫る暑さが続いています。何せよ、室内でたっぷり楽しめるゲームというのは環境が厳しい時には特に助かるものです。スマブラのみならず、一人のゲーム制作者もしくは、一人のゲームプレイヤーとしていろんなゲームを楽しんでもらえればなと思っています。以上、ディレクター桜井がお届けしました。それでは。あ、really? もう、マジか。Mojang, Mojang's on there. Whoa, that's a thumbnail. That's it. Thank you. 10 days. 10 days from now. Oh my god, I'm tired. 10 days from now, my boy Steve. Oh, I'm dead. Oh my god. Your Travis deconfirmed. Hold on, who was that? Travis. Not Travis, he tried to touch that. Wait, that's that him. That is him. That's funny. Oh. Steven Alex wrote the pa. That's funny. Cannot wait to play this character in 10 days. 10 days. Alright. Well, that was our reaction, basically. 50 minutes. That's a lot. Thank you, Sakurai. And see you 10 days from now. Thanks for watching.